どうもお疲れ様です。即価時刻窪です。今回の舞姫大学特別講義なんですけども、売り上げをアップするときに避けなければならないことというテーマでね、ナミさんから送られてきましたけども、私の方はですね、どんなところからでも売り上げを上げる方法というね、形でお話しさせていただきます。まず多くの方が商品を売りたいときに悩むのがアクセスなんじゃないかなと思います。まあ、例えば YouTube にしてもブログにしても、アクセスが日々ね、 ととととかかかってて少ななななけれれば売上を立てるのが難しいいいいんじゃ思思う。それは無理もない気持ちだと思います。ただですよただ無料の情報であろうとも情報発信に対してそれを受け取りに来てくださる人がいる視聴者さんや読者がいるってことは潜在的にはその人から売り上げは上がるんですよただお金を払うほどではないけども労力や時間を費やして情報を取りに来たいというところまではニーズは満たしているんですよねですんでもうワンプッシュですよ もっと視聴者さんや読者さんに必要な情報に対して理解ができればそれを情報の商品とすることができるんですよね。まあ、つまりリサーチが足りてないってことになります。じゃあどうやってリサーチするのか。それはですね、日々の情報発信のテーマをきちんと絞り込んでテーマに即した問題解決を提供していく。そこでですね、同じテーマ同じテーマでやっていくときにアクセスがずっと安定しているってことは その方向で強い商品が売れるってことなんですよね。でも毎日テーマが違って、その度にアクセスが上行ったり下行ったりすると、一体どこにニーズがあるのかってことは分かりにくいと思うんですよ。もうちょっと具体的に言うとですね、まずはテーマを例えば4つに分類します。お金、仕事、恋愛、結婚。この4つのテーマでそれぞれ5話とか10話とかをやってみるわけですよ。その中で最もアクセスが高まっていたな。 特に5話10話やる中で最後までアクセスがずっと安定しているものがあると思います。もしくはアクセスが尻上がりになっているものとかね、逆に尻下がりになっているものがあると思います。そうするとそれぞれに対処,対処方法があるわけなんですよね。尻上がりになっているものに関しましては、クライマックスに対してすごくニーズが高かった、アクセスを稼げたわけですから、そこでやっぱりね、低価格の商品を販売することができるんですよね。もしくは無料の商品かもしれません。 その商品は無料で発信しているものでは得られないものをその中に内包してますよっていうふうな使命でいくといいと思いますだから LINE の登録をお願いしますこれでもいいんじゃないかなと思いますしメルマガの登録をお願いしますでもいいと思いますそして LINE やメルマガの中ではしっかりと信頼関係を築いて販売していくってことで、えー、売り上げの段取りがつくわけですよねそれから尻盛りになっているものに関しましては強いファンの方だけが残っているはずです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 ので最後には少々高めの商品を売ることができますというよりも 高めの商品を売ってあげることができるんですよね。はい。それではずっとアクセスが安定してたらどうでしょうかそれはですね、まあ、無難な線なんですけども、これはですね、もうちょっと工夫をしなければならないかなっていうふうに考えますね。ずっとアクセスが安定してるってことは、これはね、はっきりとはわかりませんけども、おそらく多くの面で全部を見てる人ってのはあまりないんですよ。たまたま見に来た人が数字として安定化されただけで、そのずっと同じアクセスっていうことはね、 あの違う人が見に来ててその数字を作ってるんですよの、ねまあ、で,でねあんまりいい5話10話とは言えないかなと思います、まあ、こういうふうに進み分けていくとどのタイミングでどんな商品を売っていけばいいのかっていうことが見えてくるんじゃないかろうかと思いますね、まあ、つまり発信によってニーズが見えてくるリサーチができるっていうことなんですよね、まあ、それができてから販売っていう道に行くんじゃなかろうかと思います、まあ、私もね、こうやっていろんな動画 情報発信してますけども、何か成立をするぞつけて次にですね。例えば FX 攻略の方法みたいな感じで、第一は第二は第三は第四っていう感じで FX のいろんな基礎知識をずーっと放送していって。 で、それに対してずーっとついてきてくれた人、そして最初はアクセスが伸び悩んでいたけどアクセスがだん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 広がっていったもの、もしくは最初のアクセスはそこそこあったんだけども、FX 難しそうだなと思って離脱していって、そして本当に FX のその5話、10話が最後までついてこれた人には強力な商品を販売していくっていう、そういう手法を取ってるかなってところですね。まあ、最近はセールス全然してませんけどもねあの、そろそろセールスも考えていかないとなと。FX オリガルヒももうすぐ1年。 来月ぐらいでね、1年経ちますんでね。うん、早いもんですね。うん、まあ一応ね、今、販売してるって言ってほ方でもないですけども、紹介してるのが、まあ J コスメですかね、J コスメのポイント移行をして、そのポイントを現金にするっていう方法が今ありますんで、そちらの方、も、まあ、最後のポイント移行のお手伝いをしてるところかなと思います。で、ポイント移行してるような人の中からは、まあ現金化するためのね、次の段取りとして、えポイントが あのゴールドになって金ですよね金になって今金の値段上がってますからね9000円以上1ムあたりしますからねだから一番美味しい時期に交換できてるんじゃないかなと思いますそしてその金を市場で売って現金にするという形でだから1ムのゴールドが9000円とか9500円になりますんでねまあ見る見るショッピングポイントはお金が変わっていくのかなってことですねまあそこから関連してそこを入り口にして、えー、またねそこで回復した資金をじゃあどこに使おうかなって人のために まあ、NFT の世界が、まあ、そこに広がっているので、できればそちらの方に参加していただければ、まあ、リスクはね、あるわけですけども、うん、まあ、なんとかなるんじゃないかなってことですね。はい、まあ、あの、いろいろとお話ししてきましたけども、これからもしつこく放送を続けてまいります。よろしくお願いします。